はい、こんにちは、ゆうです。今日マインクラフトをやっていきたいと思います。で、前回エンダードラゴンをついに倒すことができました。はい、で、今日はそのエンダードラゴンを倒したこのエンドですねに行って、今エンドパールを手に持ってるんですけど、エンドパールだっけ名前、エンダーパールですね。エンダーパールを使って、エンドの新たな場所、前回最後の方で階段を作って、その行き先への道を確保しておいたんですけど、そこに向かって今からこのエンダーパールをその新しいワープゾーン、ここですねに投げ込んで、エンド、この今 全く雰囲気はほぼ一緒なんですけど、こんな感じでエンダーマンがいっぱいいる場所なんですけど、ここ今一つの島なんで、それ以外の大きい大陸というか、陸地があるので、そこに向かっていきたいなと思います。で、そこには船があったり、エンダーシップっていう空に飛んでる船があったり、あとはエンドシティっていうちょっとした建物があって、結構いいお宝物があるので、やばー、落ちる落ちる。そうで、空を飛ぶようになることができるんですよ、そこにあるアイテムを手に入れると。なので、早速これを投げ込んで向かっていきたいなと思います。見つかるかわかんないんですけどね。よし、ってことで行きましょう。行け、ほ、来た、ほら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 、進歩達成、遠方への逃走。あ、ほら、なんか新しい、全然今までと違う感じのところに来ました。怖っ。え、待って、これ全然移動できないじゃん。あ、出た、これさ、ブロック持ってこなきゃいけなかったパターン。え、どうやって戻んの。あ、え、早速ある、あったあったあった。あ、こうやって戻んだ、ここから戻る場所。オッケーオッケーオッケー。え、早速ある、やば、あれですよ、あれ、あれがエンドシティで、これがエンドシップ。あ、え、こんな簡単に見つかるの、やば、ラッキー。ここら辺に印つけとこう、ここだよって。で、ちょっと待って、これここ下掘って大丈夫かな、ちょっと端っこ掘ってみようかな。あ、え、これ1枚、さては1枚待って、これどうしよう。 OK、 こういう感じで、ちょっと、あ、どうやってアイテム回収しよう。よし、ということで、なんとかできたかな。ほぼほぼ集められてないんですけど、なんとかここまで来れて、これ多分投げ込めばいけるよね。なので、どうだ。あ、オッケー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 、戻ってこれた。よし、じゃあここで材料、材料というか、このブロック集めて、橋とかをかけられるようにたくさん集めておいて戻りたいなと思います。よし、で、こんなに集まりました。結構集めたかな、足りないかな、おそらく足りると思うので、これでいきたいなと思います。エンダーパールも、なくなっちゃったので、エンダーマンも少し倒して、今21個かな集めたので、これでワープできるんですよ。これ投げて落ちた先にワープできるので、これがエンドで結構使えるっぽいので、これも21個ぐらいあればいいでしょう。ということで戻ります。 OK、 ダメージ食らうんだ、これ。なんかワープすると謎仕様なんだけど。で、ここに来たら、でも早速運よく、これがエンドシップですね。ほら、なんか船っぽいでしょ、空飛んでて、その先にあるのがエンドシティ。これ両方とも一気に行ける。なので、ここ階段作っていって、あっちに渡りたいなと思います。そろそろかな、見えてきましたね。下がとりあえず、あそこでも島か、こと何にもない、繋がってないですよね。で、ここの今後ろにギリギリ見えてきてるところら辺がエンドシティがあるところだと思うので、下に行きたいんだけど、これ下には行けないんだよな。さあ、ちょっと見てみましょうか。おーおー、すごいすごい。で、これがエンドにあるフルーツなんですよね。これ面白いフルーツで、一応回復できるので、これ食料になるんですが、どうやって下に行こう。一回飛び降りちゃう、一回飛び降りて、後で階段作ればいいかな。なので、まあ、この辺にこうしておいて、多分大丈夫でしょう、死なないと思うので、飛び降りる。 OK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 。 で、あそこへの帰り道も作っておきます。 OK、 完全に繋がったので、これで帰りは心配ないですね。よし、ワクワクするな、ワクワクする。これがエンドシティで、これがエンドシップかな。もう見つけちゃったね、早速、すご。じゃあ今日はここを探索していきたいなと思います。これちょっと回収してみようか、ほいっと。おお。で、これで、そう、これがなんだろう、これがここの食べ物なんですよね、コーラスフルーツで、これ食べるとね、確かワープするんですよ。ほらランダムなんですけど、どこに移動するか分かんない、あんまり使えないんですが、これはまあいいや、とりあえず。
とりあえずアイテム、まあ、一応これ持ってきたんでエンダーチェスト荷物空にして、なのでたくさんになったらここに収納すればいいんですが、まずはこのじゃあエンドシティ、これ近くにあってよかったな、運がいい本当に、このエンドシティ攻略していきたいなと思います。はい、ということでここをちょっと今カットしたと思うんですけど、ここ全部見て回ったんですけど何にもありませんでした。宝物とか宝箱が、そんなこともあるんですね。ハズレシティだったのかな。なんか結構宝物いいのがあるっていう動画とか見たりしたんですけどないですね、一個も。そういうところもあるのかな、もしかしたら。なのでちょっとハズレシティだったんですけど、まあただこっちですね、肝心なのは。ここにエンドシップがあるのでエンドシップ向かっていきたいなと思います。よーし、ということもうすぐ着くんですけど、めっちゃ撃ってくる、めっちゃ撃ってきて、これ当たっちゃうと、あ、やばい、飛んじゃった飛んじゃった。よし、もういいや、この際これで一気に飛んじゃう。こっちに OK、 ついたついたついたついて、待って、飛ばされた、待って、これどうしよう、どっかに屋根、あ、ここだ、ここでここで押さえてもらおう。 OK、 これでまあこっ、あー、バカバカバカ、こっから落ちる分には死にはしないはず。あ、やばい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 、待って、これは分かった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 、待って、やばいやばい、どんどん飛ばされる。これはもうエンダーパールでそこにワープ、 OK、 これでワープできた。こいつ倒さないと始まらない。 OK、 こいつが飛ばし、飛ばされる。 OK、 とりあえずよし。そうで、これでエンダーパールまだいる、まだいるのか、どこにいるんだ、どこにいる、これ、これじゃないよね。よし、これ落下ダメージ怖いんでエンダーパールを下に投げれば OK。 ウェベ、さあどこにいるんだ、あ、やばいやばい、あー、バカ野郎、外にいる、どこに、あ、そこにいるのか。 OK、 分かった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 。そうそう、あいつを倒さないとすぐ飛んじゃうから、あー、もう、よいしょ、 OK、 あ、やばいやばいやばい、これ撃ち落とせんのかな、これ、あ、倒せる、あ、なるほどね、 OK、 OK、 あ、やばいやばいやばい、待って待って待って、めっちゃ飛んで、めっちゃ飛んじゃってる。あ、 OK、よし、で、なんか上まで来れたな。で、この上は、なんもなし。オッケー。なので、下行って、多分この船の中なんですよね。もうこれ下入っちゃおうか。あ、待って、あれ、回収したいな。シェルターの殻。シュルカーか。よし。で、この中だと思う。で、あと最初、あ、まあ、いや、それは後でいいや。で、この中に、え、なにこれ。治癒のポーション。あ、こんなのもあるんだ。これもらっとこう。回復。で、ほら、あったあった、宝箱あった。さて、宝箱より、あ、おおおお、バカ野郎、やられた。オッケー、で、宝箱よりこれなんですよ、これ、この額縁に入ってるこれが、飛行するのに必要なアイテムなんですよ。ここでしか手に入らない超激レア。まずこっちから行きましょう。せーの、ドン。おお、すごい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 。あ、で、しかもエンチャント付きじゃん。耐久力3、ダメージ軽減4、やば、めっちゃ強い。で、エメラルドとゴールドとシルバー。すごっ、めっちゃ豪華、さすが。で、果たしてこっちは、せーの、ドン。おー、今度はブーツ。火炎耐性4、耐久力3。普通、で、ダイヤ7個。やば。で、これ何？ビートルートの種いらな。なんでここに来て、あ、待って、持てる持てる、オッケー。よし。で、肝心なのはこれ。で、これを、ポイってやれば、取れた！あ、待って、アイテムが、アイテム持てない。これ6個いらないね。手に入りました。ダルーン。エリトラ。そう、これを、どこに装備するんだろう。あ、違う、ここじゃない。ここ？あ、できたできたできた。そうで、ここにこう装備すると、ダダーン。そう、羽がつくんですよ。さあ、で、これを使うと飛べるんですけど、ちょっと待って、今使っちゃうのちょっと怖いな。後で試したいんですが、今はちょっと怖いので、よし、これで OK。いい。で、額縁、まあ、これちょっと、これもらっとくか。で、まあ、チェストはいいかな。オッケー。で、あともう一つ、すごく大事なアイテムが外にあって、ドラゴンの卵とかと同じ、もので、ものというか、ただのオブジェなんですが、ここに、ちょっと待って、慎重に行かないと。ここに、足場を作って、そう、これ、ドラゴンの頭があるんですよ。そう、うわ、怖っ。すごい、かっこいい。いや、かっこいいのか。で、これを回収することができるはず。これスルハシでいいのかな。 あ、取れた取れた取れた。 OK、 あ、そっか、持てないんだ。何捨てよう。いらないものないな。これいらないか。鉄の馬鎧、よし、ゲットできましたね。このドラ、で、これ一応装備もできる。ほ
ら。やば。やば。いいけど、まあ、これ別に何の防御力もないので、そう、ないんですが、まあ、見た目がちょっと変わるっていうだけ。そう、これだけなんで、まあ、これはこれでいいとして、まあ、これも装飾品ですね。飾っとくためだけのもの。なんですが、これ、ここでしか手に入らないので、レアアイテム。ちょっと待って、エリトラでしょ?これ、エンダーチェストにちょっと一回しまおう。大事なものを。よし、じゃあここに、このドラゴンの頭とかシルカーの殻、ここでしか手に入らない。ダイヤも大事だな。この辺も大事、エリトラ。で、このチーのポーションとかも入れておいて、これも入れとくか。オッケーオッケー。よし、で、これはじゃあまた回収して、こうすると、そう、荷物があんまりかさばらない。で、これで鉄の馬鎧も、あ、落ちるバカ野郎待って、急げば間に合う、急げば間に合う。近いんで、そうそう、言うて近い。で、パールが必要。あ、パールない。やばい、どうしよう。素手で倒せないよね、あいつ。弓で倒すしかないか。え、弓で倒せる?ちょっと待って、やばいやばいやばい。結構ピンチ。あ、やばい。待って、急がないとな、でも。エンダーアイじゃダメだよね。パール。いや、もう指で装備がないしな。あ、ダイヤが3つある。作れなくもない。いや、作れない。3つじゃ何も作れないか。剣作れる?あ、でも棒がない。棒がない。オッケー、わかった。了解。よし、じゃあもう弓で倒すしかない。弓で、最近ダメージに、これだ。オッケー。で、弓矢で、もう長距離で。倒せんのかな、エンダーマン弓矢で。防具なしで。難しそう。ただもう、やるしかない。で、エンダーパールをゲットして、あそこに戻らなきゃいけない。待って、やばいやばいやばい。マジで油断した。やっちまった。オッケー。あ、無理だ。無理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 です。無理です。あ、無理だ、当たんない当たんない。あ、無理だ、無理無理無理、どうしよう。あ、分かった分かった。じゃあ斧、この強い斧を使えばいける。これ一応、あ、でもまあ攻撃9あるし、まあ、攻撃アップしてないけど、ただ防具ないからな。あ、頭作れる。あ、作れない作れない。いや、もうこの斧でとりあえず倒すしかない。頼むぞ、マジで。これ倒せないとあのアイテム回収しに行けない。でもね、あそこどう消えちゃうかな。どうなんだろう。なんだこれ。オッケー、もう連打連打連打。ダメージ量とか少なくていい。逃げながら連打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 。オッケー、頼む頼む頼む。で、しかもエンダーパール落としてくれなきゃいけない。ダメージ食らったらすぐ死んじゃう。よしよしよし。オッケー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 。ちょっとずつでいい、ちょっとずつでいい。よし倒した。エンダーパール落ちない、落ちないね。了解。ちょっと弓矢も回収しておこうか。どこで死んだんだろう。まあ、そんなレアなやつじゃないからいいんだけど。よし、お前も。オッケー、ダメージ食らったら、あ、やばい。一回3ダメージか。やばいやばいやばい。近づいてくんな、近づいてくんな。オッケーオッケー。あ、やばい、死ぬ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 。オッケーオッケー。あ、落ちた落ちた落ちた。来た、これ。よし、待って、ちょっとアイテム、あ、まあいいや。よし、これであとは向かうだけ。ダメージ食らわないようにして。回復できないね。ただ食べ物を、あ、食べ物食べてから、あ、そっか、そうだね、食べてから行こう。なので一回ここで戻って、間に合うと思う。さすがに消えないと思う。で、ここで食べ物、これ持ってくとかさばっちゃうんで、まあ持ってくか。いや、ちょっとだけ持ってくか。 OK。 あー、もうちょっと少なくていい。 OK、 こんぐらいでいいや。これ持っていって、あ、で、弓矢とか置いていこう。斧も置いていこう。 OKOKOK。 エンダーパール1個あれば戻れる。危ない危ない危ない。で、落ちたのはエンダーシップの下だよね。なので、あの、奈落とかに相手も落としてはいないはずと信じたい。このエンダーパールを持って戻っていけば間に合うはず。お願い、間に合ってくれ。オッケーオッケー。もう少しもう少しで、ここでエンダーパール投げ込んで、あっちの世界に、あっちの世界っていうか、あっち側に移動し、デッド。オッケー、移動できた。で、ここ橋できてるから、
あとあのエンドシップの下あたりに荷物が落ちていることを祈る。でちょっとエンダーマンと目合わせたらもう終わり。絶対合わせちゃいけない。ここは慎重に行こう。慎重に。あ、荷物あったよかったよし、よかった。荷物回収。経験値もったいなかったけど、まあいいでしょう別に。よーし、オッケー、危ない、よかった。で、この中に全部入ってるよね。了解、よし。まあ、で、だいたいここの今のエンドシップはもうあれで終わりで、で、あとはここのエンドシティも何もなかったので、次はちょっとエンドシティ、ちゃんと宝物もあるはずなのでエンドシティを探していきたいなと思います。で、ちょっとここ印つけておこうか。ここから大移動になっちゃう可能性があるので、こうやって明かりをつけておけば遠くから見た時に見えるはずなので、明るくなってて。